平野兄弟のツーショットが波紋。便乗商法賛否、両論ファンの期待と懸念。2023年7月19日、平野仕様の弟である平野陸が兄とのツーショット写真をインスタグラムに投稿し、ファンの興奮とともに、便乗商法をめぐる賛否両論が巻き起こっています。平野陸氏は、ジャニーズ事務所を退所した兄と同じく、個々の活動に邁進しており、 その動向が注目を集めています。記事では平野兄弟の最新の出来事を検証し、ファンの反応や賛否の理由に迫ります。平野陸の登場からの注目。平野陸氏はアパレルブランド r k s キーの代表を務め、アーティスト一ィとしても活動しています。 その存在は2020年に突如としてネット上に広まり、ジャニーズファンたちの間で話題となりました。兄である平野市洋がブログで RKS t キーへの商品を着用した写真を公開するなど、兄弟のつながりもファンに知られるようになりました。ティクシの活動範囲の拡大。 陸氏は、単なるアパレルブランドの代表だけでなく、ブランドのプロモーションだけでなく、表舞台での活動も本格的にスタートさせました。2021年には、スタイルフォトブックを発売し、翌年には舞台デビューも果たしました。加えて、YouTube チャンネルの解説と幅広い活動を展開しています。これらの一連の動きは、平野陸氏がジャニーズを離れ、 個々の芸能活動に力を入れていることを示しています。ツーショット写真の公開と反応。しかし、平野兄弟のツーショット写真が公開されると、賛否両論の意見が巻き起こりました。一部のファンは感動し、お互い頑張ろうねん、というメッセージに共感を示しました。一方で、便乗商法に批判的な声や、売名行為、だとする非難も相次ぎました。 特に、兄である平野仕様が r K、S、リキーへの商品を着用していたことから、ステルスマーケティングではないかといった疑念も浮上しました。ファンの意見分かれる中、温かい反応も、ネット上では賛否両論が渦巻く中、便乗商法を容認した平野仕様に対する非難の声も相次ぎました。 しかし、兄弟のコラボレーションを期待し、前向きな意見も参見されます。平野兄弟最高すぎる兄弟の写真を見れるなんて最高の瞬間ジャニーズじゃないからこその自由な発信を応援してるといったコメントが寄せられファンの中には兄弟の活動を温かく応援する姿勢も見受けられました。ジャニーズ時代との変化。平野紫洋がジャニーズ事務所を退所し、新会社。 株式会社飛べへの遺跡を果たしたことで、家族との公の場での写真公開が解禁されました。これまでのジャニーズ時代では難しかった兄弟の共演や写真公開が新たなスタートを切る契機となりそうです。クシのインスタグラム投稿に平野仕様は触れていませんが、今後の SNS 上での交流が注目されています。平野兄弟の今後の展望。 平野紫洋と陸兄弟のツーショット写真は賛否両論を呼び起こしましたが、兄弟の今後の展望には期待が寄せられています。ジャニーズ時代を終え、個々の活動に打ち込む兄弟の新たな一面が、ファンや一般の注目を集めています。これからの兄弟のコラボレーションや共演に期待し、平野兄弟の新たな冒険を見守っていくことが、 ファンにとって楽しみな出来事となりそうです。